さか戦う気か？ドラゴンポイント！それを確かめないとだろ、引き際の判断は僕任せだろ。いいけど従えよ。氷魔ドラゴンパピー、ドラゴンの幼体の一つですわ。町の汚れがパピーに力を与えているみたいね。なら今のうちに何とかしないと。落ち着いて、アリーシャ。アリーシャ、やばい。危ないところだった。騒がせてすまない。まだやる気？だって放っておけないだろ。エドナ、町の汚れがあいつに力を与えてるって言ったよね。多分だけど。じゃあまずそれを払えば。ええ、パティの力を弱められるはずですわ。なんとも面倒な方法だね。そうだけど損して得を取れだ。その作戦がいいと思う。例えは違う気がするが。力を弱めても下に下ろさないと戦えないぞ。その方法もきっとあるさ。みんながいれば。面倒かけに。急がば回れですよ、エドナさん。それですライラ様。損して得を取れじゃなくて、急がば回れ作戦開始だ。運ぶの手伝おうか？いえ、いいのよ。モンマス文化史にジェフリー文章、すごいな、初めて見た。戦災で貴重な書物が散逸しないよう別の場所に隠しているのよ。そういうことならなおさら俺も。本当にいいの、秘密の場所なのよ。このことは言わないでね、本を守るためだから。怪しすぎ。そうかな。でしょ、聞いてもないのに言い訳をペラペラ。秘密の書庫なんて聞いたこともないが。
疑いたくないのはわかるけど、怪しいだろ。本を墓地に埋めるわけないもんな。私も気になる。隠れて様子を見てみよう。わかった。調子に乗るんじゃねえぞ、アガサ。いいとこせんだ。アガサ！あなたは？本を守るって嘘だったんだ。ずっと母一人、娘一人で苦労してきたのよ。苦しい暮らし、救われないし、嫌ってほど苦しんだのよ。少しだけいい目を見たっていいでしょ。汚れが。これは返してもらうぞ。警備隊に引き渡す。横領と窃盗の罪だ。分かってたのよ、いつかこうなるって。汚れが収まっていく。私にはもう必要ないわ。ネイフト代表に返してもらえるかしら。捕まって汚れが晴れるなんて。きっと心の底では望んでいたんですわ、罰せられることを。あの人、やっぱり本が大好きだったんだな。面倒ね、人間って。ボトルの調合が終わったぞ。石碑か？落ちてた。本当に行くのか？ミクリオ様は幽霊も苦手なのですか？で、おつなぎしましょうか？じゃなくて、わかってるだろ、スレイ。かなりの領域を感じる強い兵馬がいるな。きっと、あーと驚くようなやつですわね、美術館だけに。今のはアートと美術をかけた場を和ますためのシャレで。説明いらない。あ、今気づきました。いりましたわね、説明。さっさと来いってさ。行くしかないか。古代語の匂いがする。貴重な文化か。ひどい、許せないな。スレイ、妖精さんが見えるぞ。どうやらあれも氷魔っぽいね。これどうだ。全力は、よし、天使に出すガーランド。こちらへの手だ。ハグリムユーモ、仲間を支援する。先に叩いて、こいつを食らえ。
遺跡が俺を呼んでいる。遺跡で見たのと同じやつか。強さが同じとは限らないと。このような氷魔があの遺跡にもいたのか。新氷魔があるにじみるよ。負けるとバラエルの悪者を潰す。おとなしく眠ってせ。おぼろづきをいつも甘く見ないことだね。君の悪い落書きだ。血で書いたみたいな。氷魔よ、私が相手だ。あれはさせるか。なんて大きさだ。小さいよりぶん殴りやすいって考えれば。これでどうだ。みんな。やるもの。君の気は。君の気。これでどうだ。鋭く攻撃を放て。僕も天族として力をつけたい。十分才能がありますわ。焦らず行きましょう。さて、始まるか。新将来か。いじめるわね。勝てる巨体成長でくれ。フェアリーサッカー。私に見るわね。小将くらいじゃねえ。うまくいっている時こそ。今、古代語で書かれた石碑が見えたぞ。
全力で行くぞ。ゴール剣の極は一刀両断。全力でこがらな。おとなしく眠ってくれ。こがらな。今がコーチだ。いた、見かけろ。大丈夫か、みんな。マジンケン、見かけろ。コーチだ、行くぞ。おとなしく眠ってくれ。全力で、石碑はまだ見てないかも。
この氷河が全ての元凶のようだな。よかった。ねえミクリオ、お化けじゃなく。だからじゃれ合いは後。やな。お知り合いですか？ええ、昔ちょっと。うちはアタックユネン、よろしゅうな。変な名前だな。失礼やな。アタックはノルミン天族に伝わる由緒のある名前やねんで。はんなりしてるやろ。エドナ様の傘についているのと似てますよね。さんのそれに触れちゃうとすっごく長くなるので、後ほどに。そうなんですか？ライラ、ノルミン天族って？ちょっと
と変わった天族ですの。地の主になるほどの力はありませんが、他の天族のお手伝いができるんです。お手伝い？天族の力をいい感じに強めてくれるメイドさんみたいなものといえばいいでしょうか。さすがはライラはんやね。うちのことよう分かったはるわ。メイドさん？分かったような、分からないような。ライラの説明って時々適当だよね。ヤボテンさんには分からへんよ。うちとライラはんの関係はな。余裕で想像つくけど、ライラハンのお連れさんやし、ブブ漬けでもご馳走するわ。戦いの後は甘いものが美味しいですわね。